札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所、材木33所、秩父34箇所の3つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され、参拝を記録。四国88箇所と秩父34箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。ではあと 300m ということで頑張ります。正面に標識が出てきました。これは左ということですね。見えてきましたね。今回のシリーズの最終目的地17番札所井戸寺が前方にちょっと見えてきました。
四国第17番飯道寺着きました。ご本尊は一仏薬師如来ということです。仁王さんのちょうど裏側の方には、わらじが、大きなわらじが、渡られていました。瑠璃座本堂です。こちらが大主堂です。当時この井戸は昔弘法大師四国霊場御開帳の時、この付近の水が濁り水なのあれに石上で一夜のうちに井戸を掘れれたところ、清水湧き出し大師一夜建立の井戸で有名になり、地獄を井戸寺と名付けられた。御栄華も面影を映してみれば井戸の水、結べば胸の赤や落ちなんと、大使自らこの井戸に面影を映された。火を限って心願をかけると直ちに御利益を被るというよって、世に火影大使と言われ霊言新たかなり、